ルビーアカヤドリコバチとは、マクシメトビコバチカに分類される昆虫である。ルビーアカヤドリコバチは、マクシモクトビコバチカアニクリタス属の寄生バチである。1946年に当時九州大学農学部昆虫学研究室の教授であった安松圭さん博士によって発見された。当時、1907年に長崎県口の津から購入した。 州ミ未ン内木から全国に広がったと考えられていたが愛中のルビーローム氏の害虫対策が急がれていた。安松博士がルビーローム氏を採集し、試験管内で飼育していたところ、寄生チが浮かして出てきたことから発見された。安松博士は、このルビーアカヤドリコバチを日本全国の柑橘栽培地帯に配布し、歴史的な生物的防除の成功を収めた。 本種は当時安松博士の学生であった立川哲三郎博士が後に第二次世界大戦中に中国大陸から偶然に導入されたものであることを明らかにした。安松氏がルビーアカヤドリコ鉢を初めて発見したのは当時の福岡県福岡市箱崎地区に存在した九州大学農学研究院校内の月桂樹の木であり長らく保存されていた。 しかし、九州大学の糸への移転に伴い、九州大学糸キャンパス農学研究院の東側駐輪場付近へ移され今もなお、保存されている。平島義弘、広渡利都市教養のための昆虫学、158、P、立川鉄三郎ルビーアカヤドリコバチの原産地、農業及び園芸、58、646、ありがとうございます。